アイテム番号 SCP-3024。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコルウェブ解析ボット、トライリーフ、がオンラインコンテンツを操作し、特定行為の告発と関連する。ある情報の入手可能性に対する不信を示す言語マーカーの検出を行います。下記参照。トライリーフによってフラグ付けされたウェブページは、SCP-3024 が関与している証拠を直接確認します。トライリーフの運用が必要なのは SCP-3024 の所在が不明である間のみです。特定コミュニティにおける SCP-3024 の存在が確証された場合は、記憶処理、SAP-14 を配備することによって、SCP-3024 のコンテンツが持つ特異性質に閲覧者が気づかない、無関心であるように誘導します。問題のコンテンツは SCP-3024 がコミュニティを去った後に、または SCP-3024 の報る監督者の裁量次第で削除するべきです。説明 SCP-3024 は、秘匿情報にアクセスできる異常能力と、オンラインコミュニティでの特定の交流パターンを特徴とする非人間実体です。SCP-3024 の出現を予測する試みは失敗しています。SCP-3024 はコミュニティごとに異なる態度、アイデンティティ、会話パターンを使用するため、その異常性質が使用された後にしか判別できません。コミュニティにおける SCP-3024 の活動は、以下の主義一貫した時間軸に沿っています。第0段階問題のコミュニティがアカウントを作成できるウェブサイトに集中している場合、SCP-3024 はアカウントを作成し、あらゆる活動が可能な状態となります。そうでない場合、SCP-3024 は署名やアバターなど、代替となる自己識別手段を使います。新しいユーザーが自己紹介するのが一般的慣習ならば、SCP-3024 は上述の自己識別直後にこれを行い、将来的な投稿内容との一貫性を維持する架空のアイデンティティを自称します。第1段階 SCP-3024 はコミュニティに参加すると、大半のユーザーよりも格段に高い率でコンテンツやディスカッションに貢献します。SCP-3024 はコミュニティの関連事項に対して知識豊富かつ熱心であり、コミュニティ内の特定用語をよく理解し、他のユーザーを支援する意欲を持つ存在として振る舞います。SCP-3024 は権限、権力を正式に有する立場になることを拒み、SCP-3024 が非公式的な権威者の地位にあることを示唆する発言には激しい不快感を示します。SCP-3024 が他のユーザーと個人的接点を持つことは滅多にありません。この段階の SCP-3024 は異常性質を示さず、これが3から6ヶ月にわたって持続します。第2段階 SCP-3024 は、全体としてのコミュニティやサイト管理者にとって道徳的に受け入れがたいとみなされている活動を他のユーザーが行っている、または最近行った、という、信頼性のある証拠を共有し始めます。SCP-3024 は他のユーザーの機器にホストされている画像やテキストファイル、個人の特定が可能な写真、機密扱いの政府文書などの、理論的にはアクセスできないはずの情報にもアクセス可能です。SCP-3024 が共有する活動の証拠は、以下の7種類のカテゴリーのうち1つ以上に該当します。積極的、欺瞞的、もしくは強制的な性的挙動、すなわちセクシャル、ハラスメント。極右政治的な活動または心情。自作自演や世論操作のための、匿名投稿や複数アカウントの使用。コミュニティによって確立されている責任の放棄や回避。ストーカー行為や、晒し上げ、を含む、敵対的、攻撃的な対人活動。溶接をはじめとする、創作者としての意図的な不当行為。私益のための権力、権威者の地位、評判の乱用、または名誉毀損行為。SCP-3024 は一貫して、実際に発生した不当行為を告発しています。SCP-3024 はコミュニティが容認できるとみなす行動を非難することはありません。従って、これは対象となる違反者が処罰、降格、追放される結果を頻繁に招きます。このタイムラインが完了する前に SCP-3024 がコミュニティから除去された場合、SCP-3024 は新たなアイデンティティを作って第0段階に戻りますが、この場合は第1段階に2から3週間しかとどまりません。SCP-3024 は証拠を手に入れた手法の説明を、取るに足らない、として拒否し、証拠の内容に注意を集中させようと試みます。
この段階において、SCP-3024 は告発相手に不利な証拠を10日に1回のペースで投稿し続けます。第2段階は、SCP-3024 が上記活動に従事しているユーザーを特定できる限り、もしくは告発内容が対象者へのコミュニティの実質的行動を起こさせることに相次いで失敗しない限り、持続し続けると理論上想定されます。SCP-3024 は、告発相手以外の当事者を特定できる証拠や、本質的にポルノグラフィックな証拠は投稿しません。随一。第3段階 SCP-3024 はコミュニティへの参加を停止します。進行中のプロジェクトは完了するか、明示的に放棄されます。SCP-3024 にアバターやその他の視覚的特定要素がある場合、それらは緑、紫、橙で描かれたスーパーファミコンのコントローラーのイラストに置換されます。随一を参照。可能であれば、SCP-3024 のユーザーネームや公的アイデンティティは、ミスター、滞在、もしくはその変化型に改変されます。SCP-3024 は時折、個人的に接点のあったユーザーと最大3ヶ月まで連絡を取り続けることがあります。SCP-3024 は第3段階の終了から1から2週間は休眠状態にあるようです。その後、新たなコミュニティに移動して第0段階に入ります。ほい SCP-3024 が、コミュニティにおいて、トラブルグレッグのアカウント名で活動していた時期。ある財団職員が有していた既存のアカウントが、SCP-3024 との個人的な意思疎通目的で提供されました。この意思疎通以降、SCP-3024 は財団職員からのあらゆるコミュニケーションを無視しています。背景グレッグへ、のことを暴露してくれて本当にありがとう。あいつがしばらく前から何かやってるのは薄々怪しんでたけど、それを裏付ける証拠がなくてね。ほんと、君の今回の、十字軍、は全く素晴らしかったよ。僕にも何か手伝えることはないかな。ケイグ。プラサード博士。私はこれにどう反応してよいのかはっきりしていません。お気づきと思いますが、私はあなたが SCP 財団で働いていること、あなたが私から情報を得るためにのアカウントを使用していることを存じております。あなたが他のゲーマーズ、アゲインスト、ウィードの手による、ミスターズ、の調査に割り当てられていることも存じております。私はこの情報を、GAW、またそれ以外のいかなる人物にも一切開示いたしません。私が炙り出している、滞在、とあなたの間にある個人的接点は、注意を引くにはあまりにも間接的です。これは私があなた方の組織による私の職務への介入や、その介入の性質を承認したということではなく、あなた個人がそれによる最悪の事態から保護されているというだけのことです。これに関してしばらくご一考ください。しかしながら、私自身の情報を共有することに関しては若干の興味があります。私は、私の職務を監視または混乱させるあなたの能力を高めるような情報は一切開示いたしませんし、同様に私自身以外の何者かに関する重大な情報も開示いたしません。私は情報を差し控えることはあるかもしれませんが、虚偽は述べません。ミスター、滞在。背景ミスター、滞在。私と話してくれてありがとう。質問は君の感性を傷つけないようなものに留めようと思う。一共有すべきだと感じていることを君が知っているならば、その共有を思いとどまらせているのは何なのか？に君が人間でないことはすでに知っているが、ならば君は何なのか？なぜ、君は人間ではないのか？3なぜ、君はサイトを去った後も何人かの人々と連絡を取り続けるのか？4君は自分の職務のことをどう感じているのか？なぜ、君はそれを職務として概念化しているのか？ご君は何度か、権威的な存在とみなされることを不快だと感じていることに言及している。なぜか ?6 君のアバターには何かしらの重要性があるのか ?7 君が作成され、実装された動機は何なのかケイグ、プラサード博士。プラサード博士。一知識とそれを伝播する能力は、私が主体となっている特定状況下では逆転関係にあるのです。私には遵守しなければならない規則があり、さもなければ私は職務を遂行するための能力を失うことになります。二
に私が何者であるかに関してあなたに語るつもりはありません。私が人間でないのは、あなた側に出ないのと同じ理由です。3. 私がそうするのは、そうしなければ罪悪感を感じる場合のみです。4. 咎人が結果の責任を負うことによって得られる満足感も多少ありますが、それもコミュニティがついに行動を起こしたという知識の前では些細なことです。私としてはファームイルのような、より愉快な追求に集中したいところです。しかしそれは不可能であり、私はこれを近い将来に止めるつもりもありませんので、職務であるとみなしている次第です。こう私はその手の権威を乱用することにひどく惹かれてしまうでしょうから。6. これはスーパーファミコンのコントローラーのクリップアートです。私はゲーマーズ、アゲインスト、ウィードに作成されました。7. 私はそれについて語ることはできませんが、おそらくこの文書で十分でしょう。これをもって、あなたをはじめとする SCP 財団職員各位との会話に対する興味を得ようと思います。ミスター、滞在。SCP-3024 はこれ以降の意思疎通に応じていません。ほい SCP-3024 からプラサード博士に送付されたファイル、holyheck.rtf、外貨に再現されています。何てこったい、ゲーマーズ、アゲインスト、ウィードの。君だけのミスター。滞在を見つけちまったな。ここに GAW が配置した文章はバカバカしく取るに足らないものだったので私が取り除いておきました。あなたを傷つけるのは誰ですか？みんな見つけてミスター、ゲーマーになろうぜ。1ミスター、文字通りのシリアルキラー。2ミスター、標準。3ミスター、バーニー、サンダース。4ミスター、どこでも何でも無料。20ミスター、セックス、ナンバー。21ミスター、天井の美。22ミスター、滞在、23ミスター、オリジナルキャラクター、24ミスター、DARE、25ミスター、高級住宅化、26ミスター、ビデオゲーム教、27ミスター、ミーム、28ミスター、不吉、生産中止、29ミスター、運命、30ミスター、モンテ、パイソン、アンド、ホーリー、グレイル、31ミス、サパティスタ、32ミスター、チート、33ミスター、タプがあるやつ、34ミスター、トップテクストとミスター、ボトムテクスト。35ミスター、フィナーレ。